さん、急に寒くなってきましたけど、風邪などひいていませんか？ニトロ Vlog のリリです。この動画が今年最後の投稿になると思います。チャンネル登録していただいた皆様、ありがとうございました。2021年までにチャンネル登録500人を目指していましたが、現時点で少しだけ足りていないので、目標は達成ならずですね。動画投稿が少しスローペースになったのもあるし、ゲーム機に関してより専門的な話題にした方が数字は伸びたかもしれませんが、動画編集は好きなことじゃないとモチベーションが続かないから、ニトロさんがその時に取り扱いたい話題になってしまいます。それよりも VTuber のような編集したりエフェクトに凝ったりと、ニトロさんの凝り性が全開になってしまったってのが一番の原因ですけどね。少し編集方法や投稿ネタを工夫して投稿数はもう少し増やしたいと思っていますが、映像のクオリティはあまり落としたくないですね。実は Android 11を搭載した GPD-XP というゲームデバイスを購入したので、こちらの紹介動画を年内最後に投稿するつもりでしたが、この機種いじるのが面白くて遊んでばかり、全然動画の撮影していないんですよね。前回の動画で RG300X を今年のベストオブベストにしちゃったけど、 GPD-XP に変更したくなるぐらい気に入ってます。まあ価格が少し高いし、気軽さで言えば RG300X が優勝かなとは思いますけどね。とにかく近日中に GPD-XP に関する動画投稿したいと思っていますので、お待ちくださいね。さて、2021年もいよいよ終わり、学校や仕事ももうお休みですかね。新型コロナも少し落ち着いているので、帰省や旅行の予定はありますか？私はお正月にスノーボードに行きますけど、運動不足なので怪我しないか心配ですね。とにかく急に寒くなって、地域によっては雪もひどいみたいです。風邪やコロナなどにかからないよう十分に感染予防して、良いお年をお迎えください。2022年の抱負など、年が明けてから改めて動画にしたいと思います。それではまた来年、ニトロ Vlog のチャンネルでお会いしましょう。概要欄にブログの URL も載せていますので、こちらもよろしければチェックお願いします。それではまたね。バイバイ。